このチュートリアルでは左回りのトラフィックパターンを取ります。空母での通常の VFR パターンは高度600フィートを150ノットで飛びますが、少し難易度を下げて2000フィートを200ノットで飛びましょう。カタパルトに接近したらコクピットの装置でローンチバーを下げます。シフトキーとアイキーでカタパルトに接続、ブレーキ解除を忘れずに。 F7 キーを一度押してフラップを離陸位置まで下げます。準備ができたらスロットルをいっぱいまで開きます。カタパルトを使う場合アフターバーナーは不要です。シフトキーとスペースキーで射出です。スティックを引いて上昇し、2000フィートまで上昇、200ノットは超えないように。フラップを上げて、進路200まで左旋回し、空母と並行してダウンウィンドレグに入ります。高度2000フィートを水平に、速度200ノットで飛んでください。甲板にある4本のワイヤーのどれかを着艦フックに引っ掛けます。ギアを下ろして、着艦の際はビブを下げた姿勢を維持したまま着艦します。降下率が毎分700フィートを超えると着陸装置を傷める恐れがあります。フラップを1ノッチ下げます。シフトキーと9キーで着艦フックを下ろします。170ノットを維持するようパワーを調節してください。1番ワイヤーレッドデッキ上デッキです。フックを上げてワイヤーを離します。さらに着艦を練習する場合は航空母艦発着演習ミッションに挑戦してください。
。